占って特定してからの、どうしよっかな、小根島さんとか占ってみるか。あ、小根島さん今日やっぱ最初の予測当たってたんだね。あ、じゃあこれ小根島さん殺せば OK な話だわ。任せろ任せろ、俺が殺す。真ん中集まった時に油断させといて、後ろから小根島さんを殺す感じにしようかな。これはやっぱ人狼サイドもなんだかんだ吸血鬼殺さなくちゃいけないっていうのは分かってても、まあ、村人を殺さなくちゃいけないから、完全に俺も村人ムーブみたいなことしてるんで、殺されやすいと思うんだよね、標的。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんか、生存なんかさっきさ、KC さんが最後に死んだの。 KC が死んでたっぽいね。誰かに撃たれてたね。 KC さん死んだの。弓じゃない、弓。すいません、誰かシャー君さんのことって占いました？俺は占ってないかな。ちなみに、あ、僕占い結果言っていいですか？あ、僕も言っていいですか？あ、じゃあ先中村さんからでいいですよ。え、T ズクさん人狼です。え、さっき俺、人狼だったっけ？ T ズクさん人狼？これ、T ズクさんは中村だぞ、これ。みんな隠れてるな。これ中村やで。いや、だってさ、いや、だって考えてみ、俺後から人狼出しせえなくて。いや、まあ、それは後か先かってのは別にそういう問題じゃないんだけど。あ、じゃあスマイル共犯だ。僕、シャークンさん見たんですけど、村人でした。とりあえず今、とりあえず今、なんかその、悪意ちゃってんのは、誰かやったって。どうした、どうした誰ですか。え、トントさんが、トントさんが、あ、トント死んだかな、これ。ゴムさんかな。今、ゾム、だから、さっき言わないで。いって、何、え、待って、小島さん吸血鬼です。あ、聖なる十字架って夜しか使えないの？使えないです。あら、僕吸血鬼じゃないですよ。あ、じゃあ小島さん吸血鬼です。占ったんで。とりあえず、じゃあ、ちょっと待って、俺、村人ですけど、まあいいや、じゃあ、僕、急ぎ、ええ、あ、T シャツさん、斧持ってる、斧持ってる、俺、斧持ってた、今、え、嘘だ、え、あれ、嘘だ、あ、ゾムさんいる、ゾムさんがいる、ゾムさんがいる、斧持ってる、まずはこれ。あ、待って、ナレーターの読み上げが始まってしまった、助けて、小西島さんも死んでる、あ、待って。嘘、待って、ティーズケさんが襲ってきてる。どういうこと、どういうこと、ティーズケさんが襲ってきてる。やばい、これは、あ、ゾウさん来た、やだ、助けて、やだ、追われてる、俺二人に。それは、それよ。なんだこの情、なんだよこれ、やだよ、やだ、なんだこれは。なんで俺追われてんの、待って、これ、まあ夜にしか使えないのか、聖なる十字架って。おい、あー俺村人やで。わけわからん。誰？え、なんでピグさんあんなバカじゃないでしょ。え、わけわからん、まずい。え、小島さん吸血鬼でしたよ。え？スマイル？スマイル？え？チーム確認ミスか？あ、ごめんなさい、僕確認ミス、あの役職吸血鬼。マジですか、それ。あ、てか聖なる十字架夜にしか使えないのか。夜にそうそう。あの、頑張った。殴り殺すしかない。てか、俺あれなんですけど、絶対ゾムか誰か、てかゾムやと思うんですけど、透明化であの、あ、透明でやる、ちょっとね。あれ黒いっすわ。あ、てかこれもう残りシャークンしか多分人員、スマイルが共犯なんだ。そうだね。やばー。シャークンがいい。俺は。いやでもこれ多分共犯バレてます？共犯分かってると思う。伝わってますかねこれ。いやでも多分 T2 さんが斧持ってたっていう情報から、まあ、僕が黒出ししてるんで、スマイルがそれかばってた感じ、スマイル共犯なのは多分シャークンは分かってると信じたい。多分俺ひっくり返るかな。やべえよ。絶対言ってる。これやべえよ。ぶっちゃけ今回人狼の敵は良すぎでしょ。いや僕二人引いたんすけどね。まあ、小根島さんが最初。てか、ゾムさん強えよ。そう。やるなぁ。やられないっていうのがさ。相手の話すんのやっぱ基本危険。買い物うまってない。めっちゃうまい。危ない。ボムさんが人狼って。ボムさんが今さ人狼確定ですよね。めっちゃ近くに来た。村人どこ？村人どこ？今生存者誰ですか？生存者。俺Tツグ。スマイルTツグさんとゾムさんと俺だけですか？とりあえず声出してるのよ、その4人。はい。そして、で、ゾムさんが中村死んでんの。中村は？あれ中村死んでんの？え、なんかスマイルとTツグさんと占いしてなかったっけ？あ、だから、そう、俺が。スマイルがTツグさんの人間？うん。え、じゃあさ、ゾムさん人狼あったらもう、シャックン。え、ちょっと、ティーズムさんって、さっき誰に占われたっけ？これは、小根島さんに占われた。スマイルさんですか？あー、え、じゃあ、シャックンさん、え、人狼じゃないですか？俺目線シャックンなんだけど。まあ、うん？まあ、ちょっと待ってね。でも、まあ、ゾムさんが最後の一人って可能性は？ティーズムさんめっちゃ追ってくるけど。いや、違うよ。
あ、スタングレーン投げてきたスマイル。あ、これ。これ、え？これあれだわ。何？お、シャワ君的にはバレたか。シャワ君さ、え、そうじゃないですか。これこんな疑われてやっぱあれだよな。共犯人の人狼だよ。これ。シャワ君の件が気づいてしまった。あれシャワ君？シャワ君人狼じゃないの？え、これ PVP 始まっちゃうこれ。え？え？始まっちゃう。なんで楽しそうなんだよこいつ。なんか集まりません一旦集まりません夜夜集まりませんちょっとあじゃあ夜夜夜夜夜夜夜集合ねじゃあ集合ですおおわかりましたじゃあ最初のところで集合ですね最初のところでじゃあよし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 頑張ったすいませんやらかし上手じゃねえか中野がやらかしてる中野いやてか気づきましたねついにこの状況にいや一対三であることに一対三でそしてなんか嬉しそうだったすごいやっちゃうか PVP PVP 始まったかみたいななんであんなに嬉しそうにもうなんかやる気満々なんですかさすが戦闘狂なんか屈しないこの状況でも殺意の波動に満ち溢れて目覚めてるなこれは普通に考えたらここはうわ3-1か絶対勝てへんやん勝率を悟空じゃん悟空もう完全にサイヤ人じゃないですかダークやばすぎでしょ隠れて買ってる俺が生きてると思ってたのかあすげえあ本当だこういうことが買い物うまいっていやこれめっちゃ買い物うまくないですかこれ買い物うまいやこれシャーク頑張ってほしいなシャークここで眼光を使いアクサンシルコンフレ祈り使ってないのかな使ってないねまだ多分ギリのもしくは次の夜に使うため、まあ、これでも危険が一番危ないから危険では単純に確かに、うん、スタングレネードもちゃんと持ってるおじゃあ行きますか行きましょう行きますあおはようございますおはようございますあれみんなあれみんな来ましたえ誰も来ないじゃん僕ずっといたんですけどそれはいないっすよね行けなかったっす行けなかったっすいけなかった。じゃあ、わ、前は向かいに行きますよ。じゃあ、向かいに行きますか、じゃあ。あ、じゃあ、僕から使いますね。あ、オッケーです。あ、やっぱり、やっぱり。こっちかな。あれ、あれかな。あれ、どれだ。あれじゃない、あれじゃない、それじゃない、それじゃない。あれだね、めっちゃ走ってるもん。めっちゃ走ってるやつは、その T ズさんだ。あれだ、あれ違うよ。いや、待てよ。え、これから、あれは反対側から来てる。ゾウさん、反対側から来てる。あ、違う。挟まれてるはい、かつい。わあ、厳しい、今の。これ厳しいな。いやー、これは強いわ。強い。いやー、これはなかなか。いや、もう、透明化持って、いつ飲むかなって思ってたけど、もう無理だなって。いやー、てか、俺、自分の役所勘違いしてたわ、マジで。いやいやびっくりですよまさかコネシマさんあの吸血鬼認識しないはちょっと予想外そう墓まで俺吸血鬼じゃないっすよってずっと言ってた村人と勘違いしてた吸血鬼やったわえちょっとちゃんと見とこう俺結構ね雑に見ててなんか俺自分村人ってマジで空飯だわなんかいやちゃんと見とこう優しい吸血鬼ゾムさんどうやって狙ったんすか俺を僕は確かに動かなかったんでちょっと遠くの方から弓で撃ちましたマジですよいやースナイパーだすげーなかなり遠くだったでもあれ逆に人狼ってバレてないとできないですけどね離れいなかったらだってもうそうなんですよねバレてるからこれできるのも面白いねさらに僕のスキンがターゲット的なスキンだったってのもやっぱりありますまあまあ確かにそれはあるかもしれないすごい見やすかったです。一応よりは狙いやすかった。10点のとこ射抜かれたんで。10点。よかったです。これでもワンちゃんちょっとティスさんの隣にティスさんいたんですよね。ね。危なかった。危なかった。当たんねえかなって思って見てた。危ない決勝。ちょっと危なかった。でもスマイルナイスだったな。共犯の。いや、そうわかりやすい。ティスさんがなんかティスさん暴れすぎじゃない。あれだかもう昼間だ最後もう暴れる昼間中間のやるとかやばいでしょあれあれを捨てたインスタグレがあるのに確かにいや吸血鬼って分かったからこの人は殺すしかないと思っていやでもうまかったっすよあのタイミングで殺してなかったら最悪確かに最悪自分ずっと村人やと思って生き続けたあの当然本で買ってえ吸血鬼誰あ俺みたいなそれ見たかったなそれ面白いめっちゃ面白いな奇跡の勝利